こんにちは、わたるでございます。本日もまたご紹介させていただきたいものがございます。こちらです。地球の歩き方です。ダイヤモンド社さんが発行しております。この地球の歩き方なんですけれども、これ皆さんご存知ですよね。海外に行かれる際は必ずこれ読んどいた方が絶対にいいです。と言いますのも、私これ今シンガポールバージョンをこれお見せしておりますけれども、私数年前にシンガポールを旅行したんですけれども、この地球の歩き方があるのとないのとじゃやっぱり違うんですよね。私海外旅行する際は大体はそんな厳密な計画は立てないんです。ある程度の計画を立てて、あとはそこの土地に着いた時にじゃあ具体的にこういった行動しようとか、具体的にここでこういったものを食べようとかっていう風に決めるパターンの人なんですけれども、でも全く予備知識がないまんま行くのも、正直私バックパッカーなんですけれども、そういうのって怖いんですよね。そういったことがないように、地球の歩き方重要で必須のアイテムなんです。じゃあ具体的に私地球の歩き方を読むときに主にどういうところを気にするのかなっていうところをご紹介させていただきます。例えばこういったページがあるんですけれども、常夏のシンガポールで美味しいビールを飲もうというふうにあります。シンガポールってビールっていうイメージってあんまりなかったんですけれども、実はシンガポールって日本と同じようにやっぱりキンキンに冷えたビールがすごい人気なんですよね。そういうの全く知らなかったんですよね。そういったことをこの地球の歩き方の特集ページから得たんですよね。他にもこういったレストランガイドというのがあるんですよね。これはまあシンガポールですけれども、シンガポールを旅した際はこういったレストランに入ったらおすすめですよ、美味しい料理が食べられますよっていうのがいろいろ載ってるんですよね。私海外行く際は必ずこの地球の歩き方を購入させていただいております。今は新型コロナウイルスで自由に海外へ旅することができません。でも新型コロナが無事収まったら、皆さん思いっきり海外行って楽しみましょう。そしてその海外で楽しむためにもこの地球の歩き方はあると本当に便利ですし、また旅がしやすくなると思います。バックパッカーの私わたるもこちら愛用しております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、本日はここまでです。それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。